皆さんこんにちは、花城ココアです。今日はチキンを1羽食べたいと思います。ココチューブじゃーん、見てください。1羽分のチキン、そしてチーズボールと大根の漬物です。そういえば動画で韓国料理を食べてるところってあまり出したことがないなぁと思って、今回頼んでみました。すめおいしそう。チキンは骨付きのものを頼んで、チーズボールはね結構上がってるやつですね。でおまけでね大根のね漬物もついてきた感じです。眼福よ眼福、チキンの山です。それでは早速食べたいと思います。いただきます。ココチューブ。まずはチキンですよね。サクサクで美味しい。一羽だからいろんな部位が入ってる。これ手羽だ。美味しい。骨の周りって柔らかくて最高ですね。今ね手羽だったからちょっとね身が少なかったかな。じゃあこれどこだろう。あばらだ。韓国のチキンって日本のと違ってすっごいカリッカリで美味しいですよね。私昔は韓国料理って辛いイメージがあって、辛いの苦手だからねあんまり食べれなかったんですけど、最近はチキンだったりとか、あとチーズ料理だったりとかが出てきて、それからね結構食べるようになりました。辛いのだけじゃないんだなと思って、韓国料理ってしかもザ・カロリーっていう感じで美味しいですよね。でも韓国の人ってスタイルいいですよね。なんでなんだろう。あ、ちっちゃ。これどうやってこんなにカリッカリに揚げてるんだろう。家で作ろうとしてもこんなカリッカリにできない。チーズボールも食べてみようかな。結構上がってるチーズボール。これほんとお餅だ。小麦粉を使ったチーズボールっていうよりも白玉粉を使ったチーズボールですね。なんかお店によってチーズボールも味が違うから楽しい。ミルキーで美味しいチーズ。骨付きじゃないのもね頼めたんですけど、やっぱりチキンは骨がついてる方が美味しいですよね。骨の周りが柔らかいの。大根の漬物も食べてみます。結構酸っぱめ。お口直しにいいですね。日本の唐揚げも好きだけど、韓国のこのチキンってなんでこんなに一味違うんだろう。止まらん。やっぱ骨が少なくて身が詰まってるところはねホクホクしてて美味しい。揚げてあるのに中はサラダチキンみたいに柔らかい。持った瞬間ね木みたいにねすごい硬いの。ザクザクよ。鶏の繊維がほどける。いやー、美味しいわ。なんか口の中に口内炎があるんだけど、これ食べるとね、ちょっとしみるぐらい酸っぱい。なんかね、付属でハーブソルトみたいのがついてきたんですよ。これなんだろう、チキン用かな。ちょっとかけてみよう。匂いはしない。ちょんちょんちょん。さあ、どうかな。何この塩、すごい美味しい。でもなんだかわかんない。魔法の粉。ザ・チキンみたいな形のチキン。ホロホロ。ほとんどね、味付けしてないからね、全然飽きない。おいしい。骨になった。ここチューブ。韓国は行ったことないんですけど、中国行った時もね、出てくる料理大体ね、高カロリーなものが多かったんですよ。なのにみんな細いの。やっぱウーロン茶がいいのかな。すごいね、中国の人ってね、お茶いっぱい飲むの。日本だと一人前のお茶って言ったら、まあ言うても紅茶とかもティーポットに1個だと思うんですけど、こんなにでっかい器のポットにウーロン茶が入ってるの。やっぱお茶かな。お茶たくさん飲んだ方がいいのかな。お茶飲んで痩せよう。皮がおせんべいみたい。ポン酢かけたら鶏皮ポン酢だ。日本の唐揚げは鶏肉を食べさせようっていう感じなんだけど、韓国の唐揚げは鶏肉と衣両方が主役って感じ。あんまり私人に喋ったことないんですけど、NiziUがほんと好きなんですよ。NiziUっていうのはニジプロジェクトっていうオーディション番組で勝ち抜いた子たちが結成したアイドルユニットなんですけど、みんな可愛いの。自分の半分ぐらいしか生きてない子たちがあんなに頑張ってるの見たら、もう心が打たれて打たれて、すごい感動しちゃうんですよ。みんな可愛すぎて、みんな尊すぎて、もう推しが決められない。もうみんな可愛い。NiziU好きな方はね、推しとかいたら教えてほしい。手羽だ。手羽ってなんか食べやすい食べ方あるんですよね。世界の山ちゃんでなんかあった気がする。冷めてきたらちょっとチーズホールがカチカチになってきた。やばい。完全にお餅。2話分頼もうかなって思ったんですけど、結構ねお腹いっぱいだからね、1話でちょうどよかったです。綺麗に食べられた時ね、すごい嬉しいんですよね。まあまあ綺麗に食べられたかな。お茶でリセット。最後のチーズボールちゃん。チキンも最後の1個。ちょっと冷めてきたけどね、冷めてきてもサクサク。冷めてくると余計に衣、油を食べてるみたい。こんだけ毎日揚げてたらお店の油の消費量すごいでしょうね。ここチューブ。はい、ということで韓国のフライドチキン1話完食しました。ちょっとね、大根の漬物は余ってしまったんですけど、夜にでも食べたいと思います。ごちそうさまでした。塩気もねちょっと衣についてるぐらいで味がね濃くなかったので、最後まで飽きずに食べることができました。味変のね塩をね使うのもね忘れちゃうぐらい、今回1話分丸々食べたので、いろんなね部位が食べられたのもすごい楽しかったです。ぜひ皆さんも韓国のフライドチキン食べる機会があったら食べてみてください。そして20の推しをコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花白ココアでした。バイバーイ。ご主人様はママの子供にあまり、中途半端な私はダメ、働きたくない。とても美味しいチキンでした。キューブあげます。来てください。お笑いパーク。